カリって言います。性犯罪者出てきた。なるほど、カリティのカリとあのチンカリをかけてんねや。カリです。チンカリをかけてんねや、それ。これもう出ちゃってるんですよ。何その白いの、何ですかその白いの。ちょっと我慢できずに出ちゃってるんですよ。ってなってるやつ。カリっすね。キモクソ大学で生活してるんですけど。ああそうなんですか。来てるだけでちょっと興奮して出ちゃうみたいな。気持ち悪い。友達と喋ってるだけでちょっと出ちゃう。気持ち悪い。カリです。めっちゃ気持ち悪い。気持ち悪いな、それ。3年全級単位取り終わった。すごい優秀。カリです。すごい優秀な人やった。やだなんか。カリ、西川とめっちゃ仲いい。下ネタつながりで仲良くなんないよ。顔どうなってる。ちょ、ほんまに気持ち、いや、まあ、若干ギリ下半身見えてなかったらなんかいけそうではあるけど、こういう感じでもいいけど。カリです。じゃあ目どうなってんの。で、これ髪の、うん、あのほらウィッグ被る中のやつやねんけど、うん、ここにちゃんとこう耳挟んで、ああそうなんや、固定してんの。あ、グラサン反対向きに被ってんのや。そうそう、グラサン反対向きに。ああ、正規松尾とグラサン一緒なんや、一応。そうそうそう、カリです、お願いします。これは多分あかんな、これ。どうぞ。ちょっと待ってくれ。透けてる。こんにちは。こんにちは。どんな感じですか、これ今。今めちゃくちゃキショイっすね。え、ダメですか。キショイっすか。一旦ノーネームなんですけど、こいつ。いや、ノーブランドっすね。一旦ノーネームっすね。はい、すごいな。シースルーみたいな感じっすね。あー、シースルー。シースルスケオとかでもいいけど。スケオ、スケオいいっすか。スケオかシースルーか。スケオいいっすね。ギリ乳首見えてないんじゃん、これ。あ、ギリ見えてないこれ。あ、これ全然見えてるわ。大丈夫かな。いや、黒いわ。あ、黒い。黒ずんでるわ。AI に判定されるぐらい黒ずんでるわ。これ、まずいな。シースルー。シースルーです。どうも、シースルーです。どうすんの、こいつ。こいつは、結構あれやねんな、服部と大輔と仲良くて、おうおう、あの辺のイケイケサークルのやつなんや。ああ、まあ確かにちょっと酒とか飲みそうやもんね。うん、主語ではある。いいね。でもなんかちょっとな、キャラが、うん、変すぎて、うん、ちょっと浮いているっていう現状。どうなってんねんそれ。それどうなってんの。現状浮いていると。めっちゃ浮いてない。頭めっちゃ浮いてない。いや、浮いてない。すごない。頭浮いてる。すごない。どういうことかな、頭浮いてるって。で、なんか俺が知ってるインディアンハットじゃないねんけど、ハットっていうかインディアンカツラじゃないねんけど、シーするとカリの会話にするか、うん、あ、じゃあ最後会話して、うん、終わりますか。そうや、大丈夫かなこの企画。あ、いけるいける。これで誰が一番良かったか。結構レゲエ系の人なんやこれ。あ、レゲエ系やん。確かにレゲエ系なんや、うん、多分中学あれやんな、ハマグリさんと一緒ぐらいの感じやんな。そうやな、中学一緒みたいな。あー、なんか今日暑いなー。あー、シースルくん。あ、カリくんじゃないかい。お疲れ様です。カリやないかい、久しぶりやな、カリ。いやー、ちょっと興奮してもう出ちゃってるんですけど、うん、いや、お前、学校でお前そんなん出しとったら飽きませんから。そうですね。シースルくん、また、これ大丈夫ですか、これ。え、俺は大丈夫だよ。いやー、ちょっと見てると興奮してくるな。いや、これ服の模様と捉えることもできるからね。あー、そうですね、うん、いや、お前、カリ、お前だって物出てもうてるやん。いやいやいや、そんなことないですよ。物出てもてんのあかんよ。 YouTube のコンテンツ的にまだ大丈夫な方だと思っております。ほんま大丈夫かな。本当のオナ出てないんで今、これ突き刺さってる状態で。あ、そうやけど生身のオナ出てないんで、うん、天がその位置についてんのは俺まずいと思うな。いや、でもこれが全国放映されると考えると、やはりちょっと興奮してちょっと出ちゃいます。出ちゃうんや。ちょっともう出ちゃう。まずいな。狩りでございます。そっか、狩りか。シソル君、うん、しずくん、またレゲエ聞いて。レゲエ聞いてるよ、俺、毎日。今これ、うん、あれ、どこからともなくレゲエ聞こえてくんねんけど。そう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 。あ、うん、こっからや。そこん中から聞いてんねん。スピーカー入ってんねん。そう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 。すごいな、しずくん。そうよ、うん、そうそうそう。え、で、日本代表応援してんねん。いや、だからレゲエの要素も強めやねんけど、あれ一応日本の愛国心も忘れてないよっていう。あ、愛国心ね。うん、まあ、日本、ああ、そうだね。
あの栗の感じも忘れたんやっていう感じだね。あー、なんかシーソル君の日本愛を見るとやっぱちょっと興奮してちょっと出ちゃったよ。すいません。あー、それはやべえよお前。うん。こんな感じでどうすかね。そうですね。じゃあね、一応6キャラ出てきたということで、はい、皆さんにね、あのコメント欄の方で、誰が一番良かったか投票の投票だけ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。うん。カリと誰やったっけ。シースルーです。シースルー、シースルーです。シースルーです。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ね、大丈夫かな。いや、大丈夫ですよ。これで、編集者に丸投げしましょう。これあと、でもこれ ね、僕たちが好き放題やって、編集者に丸投げしたっての考えると、やっぱちょっと興奮して出てきちゃいますよ。出てきちゃう。俺もなんか乳首つけそうやわ。あの、シーズル君、シーズル君、うん、この企画もやめましょう。もうやめよう。二度とないわ、この企画は。二度とないこれ、うん。クソゲーっすわ。クソゲーか。うん、あの、ずっと